ふっさ営業所正門、羽田空港行き高速バス、ふっさ駅、東口行き立川バスふっさ営業所は、東京都ふっさ市市も151番地に所在する立川バスの営業所である。2018年7月1日に、灰島営業所と水穂営業所を統合して、新設された。営業所記号は新たに F が付与された。所属車両の登録番号は、八王子ナンバーとなる。 JR 大梅線牛浜駅伏佐駅間のほぼ、中間地点の東側線路沿いに位置し、敷地面積は、東京ドームの3分の1弱に当たる14,673平方メートルである。担当路線は、同社営業エリアの西部、多摩都市モノレール線の上北大駅、柴崎体育館駅よりも西側の大半と、旧シティバス立川が担当していた高速バス路線になる。 収容台数は、大型バス約100台、小型バス15台で、他に、従業員用駐車場等がある。設備は営業所事務所と自動車整備工場のほか、給油機や洗車機が設置されている。駐車場は、バス営業所によくある詰め込み型ではなく個別に、自由移動できる一般型で、タイヤの滞留する舗装面は強化舗装されている。最寄りの立川バス停留所は、 福佐市役所、清吉院京、福佐駅東口、牛浜駅入口等があるが、いずれも営業所入口からは、直線距離で500から600メートル離れている。近隣のバス営業所には、東都観光バス福佐営業所がある。物理的にも、法律的にも左折執行、左折入庫しかできない道路に面しているわけではないにも、かかわらず、完全左折出入庫主義を厳守しているケウナバス。 営業所である。この制約のため営業所前まで営業路線を敷くことができず、営業所出入庫者はすべて改装者であり、大きくこの字型に迂回してでも左折出庫左折入庫になる要改装ルートが定められている。営業所からの出社は、指導柳通りを左折出庫し、次の指導本町通りとの交差点から直進もしくは、右左折して各方面に向かう。 また営業所への入社は国道16号あるいは新奥多摩街道または五日市街道から東側は市道西側は都道の多摩橋通りに入り原家屋と第二交差点から柳通りに右折または左折してすぐに左折入庫する2018年7月1日灰島営業所と水穂営業所の機能を統合して開設された同時に灰島営業所は ハイジマ場に降格し、水穂営業所は閉所された。この場所には1956年から2014年まで、太平洋、セメント産加の太平洋、プレコン工業ッサ工場があった。2014年12月に、同社ッサ工場が閉鎖され、太平洋、プレコン工業株式会社の土地活用事業として、跡地に立川和スフッサ営業所が建設された。 なお同社は、東京多摩広域資源循環組合が、日の出町に設置するにつつか廃棄物、広域処分場内の東京多摩エコセメント施設で、ゴミ焼却廃リサイクルのエコセメント化事業を行う企業でもある。立川駅北口、松中団地方面立川駅から、東京都住宅供給公社立川松中アパート、及び一番町五丁目アパートを経て、 拝島駅方面へ向かう路線。歴史は大変古く、1940年代には奥多摩新港の路線として運行されていた。立住後は事実上の出入古便で、松中団地からさらに五日市街道を精神し、国道16号手前の拝島駅北入口まで向かう。立川市役所が移転、開設されたことで、 市役所へのアクセスを図るために率14から2.14から3、率15から2を新設した。その後、利用客減少から率14が大幅減便、率15については運行休止とされた。以前は、松中団地北、松中団地奏車場を経由せず、松中団地の次は松中へ交差点を左折していた。灰島駅。 南口ロータリーの整備により、2016年8月1日のダイヤ改正で、武蔵野から大目線、八甲線のガード下を経由して、廃島駅へ向かう率15から4.15から5が新設された。これにより、廃島駅北入口発着便が大幅に減便され、松中団地廃島駅間のアクセス路線が誕生した。 2018年7月1日のダイヤ改正で率15から2は廃止された。また、2021年1月16日改正から率14から3系統のみ一部便が浄水営業所の運行となり、立川バスで唯一のふっさと浄水が共同運行する系統となっている。立川駅北口大船団地、西武蔵の循環東中上北。 循環立川駅から国営、昭和記念公園北西部の東京都、住宅供給公社場、砂町一丁目アパート、東中上駅北方面へ向かう路線。かつては、浄水営業所の担当で、2000年10月1日の国立営業所閉鎖に伴う路線改変時に、灰島営業所へ一貫された。経由地や発着点が異なる枝番路線が、 次々新設されていったのが特徴で、枝番が整理された現在でも、上気発着の他大仙団地東発や、東中上駅北発が運行されている。もともとは、西立川、東、中上を経由して、大仙団地へ向かう路線で、団地建て替えに伴う折り返し場の再整備や、北側の道路が開通したことで経路を変更し、昭和記念公園、 立川防災基地の外周を循環する大仙団地循環となったものである。この時大仙団地立川駅北口間の急行便として昭和記念公園構内をショートカットする便が設定されていた。その後、循環運行を東中上駅北側周辺部で折り返す形の循環になり立川駅西立川東中上駅間を廃止した。 2010年4月16日には、立川市役所が、立川駅南口から現在地に移転したことにより、団地住民、沿線住民への利便性向上と、駅からの来場者対策のため、立川市役所経由便率16.16 16から2.16から3が新設された。大仙団地域は、始発、夕方まで市役所経由となり、立川駅域は、 会長時間から閉庁後数時間までが市役所経由となる。いずれも閉庁日含むすべての曜日において運行されている。2018年7月1日のダイヤ改正で、立川駅北口始発の律17は廃止された。2017年7月16日より、東中上駅北入口駅として運行されていた律16から2、律17から2が東中上駅。 北口交通広場に乗り入れ、西武蔵野と東中上駅北口をノンストップで結ぶ、新道経由の東中0一が新設された。この東中0一は、西武蔵野停留所を従来の東中上駅行きと異なる大仙団地、立川駅方向の停留所から発車するため注意が必要である。2021年3月16日改正より、新道線として、 大仙団地から先を、木製の森バス停を新設し、循環路線とすることで、西武蔵の循環が新設された。なお、大仙団地線は、立川シティハーフマラソン開催日の午前中のみ、砂川五ロ止まり昭和記念公園砂川口始発となり、大仙団地から東中上駅の間は運休となる。玉川上水駅南口大仙団地、 東中上駅北口ふっさ営業所以管により、新設された系統。大仙団地線の中休みを浄水営業所で行うために設定された。玉川浄水駅方は、終着が玉川浄水駅南口、始発が浄水営業所と異なる。立川駅宮沢拝島駅方面立川、自動車運輸の創業時からの帰還路線で、 立川駅と灰島方面を結ぶ路線だが、かつては灰島駅発着便は少なく、大半は営業所で折り返していた。その後灰島駅南口のロータリーが整備されたことを受け、2016年8月1日のダイヤ改正より、日中を中心に灰島駅行きと営業所行きを交互に運行するようになった。現在ではさらに灰島駅行きの比重が増してきている。 JR 大梅線と距離が離れたところを主に走行する路線のために現在でも一定の利用需要を獲得しており、大梅線の輸送障害時には代替交通機関としても機能する。1948年に、拝島福佐駅線を奥多摩新港より譲り受け、立川福佐間の運行となった。1950年には、フ佐サ塚市間を運行する、自動車と、 相互乗り入れを開始し、1961年には、日ば元塾まで延長された。また同年には、奥多摩新港との共同運行で、立川駅と奥多摩港を結ぶ、長距離急行バスも開通した。しかし、大目線、五日市線の列車増便や、道路渋滞により、1973年に、相互乗り入れが解消され、立川駅ふさ駅の運行に戻されたほか、 営業所以北は、大目線と近接していることもあり、立川駅ふっ駅の直通は1997年に廃止された。その後も、灰島営業所ふっ駅の運行は続けられたが、短命だった。1993年3月16日から、灰島駅方面は営業所を経由するようになった。現在は、灰島巡環線や広脇学園線のある、 広明学園異性を除けば、立川駅へのアクセスが重視されている。秋島駅を発着する、秋島線や、東中上駅に行く東中上線も本数が、非常に少ないが、近年は、秋島市、コミュニティバス、A バスの登場により、廃島駅、秋島駅、中上駅、東中上駅への足が確保されている。駅南口のロータリーが整備された関係で、 立82は、廃島駅方向の片方向を運行となり、立82から2が新設された。2018年7月1日のダイヤ改正で立82は廃止され、現在の立82から2が立82に改版され、すべて、むつみ橋通り経由となった。また、ふっさ営業所への出入小便として、立88、立89が新設された。 立88は、立川駅方向のみ、立89は、牛浜駅入口方向へのみの運行であり、灰島駅は経由しない。なお、立88は、平日朝1本のみ、立89は、夜間帯を中心に8本から12本運行されており、平日と土曜は深夜バスも運行されている。立82の立川駅行きと立8は、 ハイジマ場では、校内のバス停を使用するため、一旦校内に入り、時計回りでバス停に到着する。この旨、車内放送でも注意が促されている。立川駅北口から鈴鹿家巡管線立川駅、南口藤見町団地方面、立川駅南口から南下し、新奥多摩街道を精神する藤見町団地への足となっている。西武バスとの共同運行で、 立川駅からは交互に等間隔になるように運行しているが、末端部の走車場が各社別々で終点が異なるため、共通定期券の適用区間は立川駅南口団地西となっている。なお、終点の富士見町走車場は実際は秋島志望地町に所在する。以前は立川バス、西武バスとも団地内へ入る便が存在した。また、 2000年9月30日までは国立営業所が担当していた。なお富士見町奏者上に路線に関しては営業所入庫便に限り新奥多摩街道場の専用バス停で終点、改装となるため奏車場内には入らない。2018年現在、立川バスのみ深夜バスが運行されている。2015年5月1日より乗降方式が西武バスとともに 前乗り前払い式へ変更となった。これに伴い、一部バスの運賃箱が前乗り対応化され、外側面の出入り口表示がサボ化された。立川駅南口、三井アウトレットパーク方面2011年11月19日に、土、休日のみ運行を開始した。この路線は3社ともに、自社の割引乗車券は適用対象外である。 東京都シルバーパスの適用はできない。立川駅南口では、立72と同じ1番乗り場から発車する。西部便は、前乗り中降り、立川便は、中乗り前降りと乗降方式が違うので注意したい。なお、西部バス側が時期不明だが、小平営業所と立川営業所での共同運行となっており、2018年3月16日の路線改変で更新された。 西の路線図に、小平営業所の路線図にも反映された。拝島駅拝島,島巡環拝島創車場拝島巡環は、拝島駅を起点とし、3丁目アパート格闘を、巡環上に運行する。拝島駅で運行は、一旦打ち切られ、続けての乗車はできない。平成初期までは、営業所折り返し日にやた線による、重複区間を含め、約10分間隔。 あるいはそれ以上の運行頻度であったが、その後は運行キロ数が短いこともあり、本数が減り続けている。2003年に大半の便について経由値を増やすように経路変更を行ったが、その後も運行本数は増えることはなく、勢いを盛り返すには至っていない。2016年8月1日のダイヤ改正にて、立86が消火田の方面を経由しなくなったため、 ポニタを唯一経由する路線となり、ハイ12からには、日中に、毎時一本の運行となり、ハイ11のハイ島循環は、土曜一便のみとなった。2018年7月1日のダイヤ改正にて、再び、ハイ11のハイ島循環が、日中に、ほぼ毎時一本の運行となり、ハイ12からには土曜、休日に数本の運行となった。秋島駅西部立川駅。 松中団地方面等2017年7月16日から西部立川駅南口への乗り入れが開始された。2020年3月16日改正で設定された小27系統運行時間中の通らなくなった部分の保管として小28が設定された。また、ここの掲載系統のうち、廃囲13のみは西部立川駅南口に入らない。 福佐団地線路休日の廃島駅13時発のみ、内で東に停車むつみ橋通り及び国道16号の慢性的な渋滞で定時性が確保できていなかったが2007年のダイヤ改正で玉子入り口非経由となったためバスの定時性が確保されるようになった。日中は大幅減便されたが前日のような理由で朝晩の利用者は微増傾向にある。 中バスが早く日中の本数が極端に少ないため、今後のダイヤ改正や経路設定次第で利用者が増える可能性もある。シティバス立川が管轄していた時は後日の田中長団地線も含めて中型車での運用がメインであったが、福山営業所開設後は、廃島駅を発着する路線の出入庫も兼ねているため、大型車での運用が増えている。 田中町団地線ハ島駅から宮沢近くまで奥多摩街道を走り、秋島市役所を経由して、秋島駅に至る大宮線が運行されていたが、本数は非常に少なかった。1997年5月頃に秋島市役所が移転したことを受けて、秋島駅から新市役所を経由して、田中町団地と直結するこの路線が開通した。これにより、田中町団地、 田中地区は最も近い JR 駅に行く手段が確保された。2018年7月1日に、福佐団地線と共に立川バス本体管轄に戻された。小32系統は、小30、小31系統と共に、田中町団地を循環した後、立80などと同じ経路をたどって、灰島駅に向かう路線であり、2020年3月16日に、 新設された。立川駅北口武蔵村山市役所、三富市民会館方面武蔵村山市民会館バス停は、武蔵村山市役所と、身元への機関に位置する折り返し場だが、立11から2以外の路線は停車しない。武蔵村山市民会館に到着した便はそのまま、営業所へ改装される場合もあり、運行間隔はバラバラであるため、発車便以外の時間は、 武蔵村山市役所、または三本榎の木まで徒歩で移動する必要がある。もともとは1990年頃から同地に待機場として存在していたが、2002年7月12日に正式にバス停が新設された。三つ富士地区は半時計回りの経路となっており、立川駅から来た便は三つ富士、三つ富士住宅の順に停車して、改装となるが、 営業所からの出庫便はまず三富士へ向かい、三富士から営業運転を開始、次に三富士住宅を経由してから立川駅方面へ向かう。このため、三富士三富士住宅の停留所では、立川駅行き、三富士住宅行きの両方が一つの停留所に停車するので5条に注意が必要である。なお、三富士地区を経由する口実の率12から2が、 増便傾向にあり、率11から1の運行本数は減りつつある。率11から3は、日中のみ毎時3本の運行で日中が、運行されない率12から1、率12から2を代替している。立川駅北口武蔵村山市役所、箱根ヶ崎駅方面立川駅から、武蔵村山市役所を経て、箱根ヶ崎方面へ向かう路線で、箱根ヶ崎駅東口を発着する。 全線を60分程度で走行する。ただし、立13から1は、武蔵村山市役所は経由しない。時間帯によって系統が異なり、立川駅北口箱根ヶ崎駅間は、立12から1、立12から2が運行される。この2系統の違いは、三つ富士経由か田舎である。日中は運行されず、日中は代替として、 立川駅北口峰間は率11の3が、大体、峰箱根ヶ崎駅間は率13の1が、大体されて運行される。率13から1は日中のみ、武蔵村山市役所を経由せず、イオンモールを経由する率13から1が運行される。立川駅北口、イオンモール間は、朝晩は率13から1の代わりに、箱根ヶ崎駅まで向かわない、立川駅駅北口、 イオンモール間の区間便である率13が運行される。立川駅からイオンモールへと向かうには、イオンモール行きの率11から3が、武蔵村山市役所、三つ富士方面を経由して、遠回りとなるため、イオンモールへは率13から1が先回りとなり、運賃的にも4モール行きに乗るより安くなる。立12は、三藤地区を経由せず、砂川三番から砂川七番。 立日本社を経由して、立川駅へ向かう路線で、2020年4月現在では、土曜、休日に、箱根ヶ崎駅21時13分発のみが、設定されている。岩蔵街道入り口は、かつての水保営業所であり、復産営業所開設時に解消された。立川駅北口立川消防署、イオンモール武蔵村山方面日産自動車。 村山工場跡地に建設されたイオンモール武蔵村山のオープンに合わせて、立13が2008年2月16日に新設された。2010年4月16日、イオンモール武蔵村山へのアクセス強化を図るため、箱根ヶ崎駅からのアクセス路線としてイオン01が新設された。現状では、イオン01は箱根ヶ崎駅からのアクセスというより、立13。 小23の出入頃線という位置づけとなっている。2018年7月1日より、イオンモール行きのバスの行き先表示がすべて、イオンモールから、イオンモール武蔵村山に変更された。ただし、立川バスのバス停留所自体の名称は、イオンモールのまま変更されていない。なお西武バスでは、2018年9月1日から、バス停留所名を、イオンモールから、 イオンモール武蔵村山に変更している。これは、西武バスの路線のバス停留所に、イオンモール東久留米、イオンモール、東久留米南、及びイオンモールヨノがあるため、近道を避けかつ整合性を取るためである。2020年3月16日の改正により、日中のイオンモール行きは、武蔵村山市役所、三つ富士地区を先に経由するように、経路変更されたため、 立川駅方面からは、イオンモール駅よりも箱根ヶ崎駅、東口駅の方が、イオンモールへの最短ルートとなっている。秋島駅北口、グリーンタウン方面秋島駅発着路線の最終力で、基本は小22である。いずれも本線は、西武立川駅入り口、松中団地北経由、枝番は西武立川駅西、立川七中経由となる。春なか、 IHI 方向は小22として IHI までの営業運行がほとんどであるが、秋島駅方向は平日は半数が春、名塚始発の小26に半数程度が振り替えられる。そのため春名塚か IHI 間の本数は秋島駅方向の方が少なめになっている。IHI で終点となり、春名塚かから営業運行する便には IHI、 春夏果間は改層となる。土休日は原則として、両方向とも小22で運行される。秋島駅稲大ら南交差点間は後述の小23と合わせて、毎時2から3本程度が運行される。枝番系統は、本数はどれも少なめであり、本線系統の保管の側面が強い。秋島駅北口、イオンモール武蔵村山。 箱根ヶ崎駅線どちらも秋島駅から残堀方面に向かう系統であり、メインは小23。小23は2008年2月16日のイオンモール武蔵村山オープンに合わせて新設されたもので、松中団地北から残堀まで直進し、三つ富士経由でイオンモール武蔵村山へ向かう。本数は毎時1本程度。小十四は 秋島駅から残堀、三つ富士住宅経由で、箱根ヶ崎駅へ向かう、中距離路線で、小23と異なり、三つ富士住宅を経由する。ただし本数は少ない。小27は、日中のイオンモール駅の設定はすべてこちらの経由となり、小23は、小27の運行時間中は運行されない。別期の小28は、 小27運行時間帯に通らない区間の保管という意味合いで、西武立川駅南口までの区間便が設定された。福生駅東口箱根ヶ崎駅方面福生駅から水穂どへ住宅及び工業地帯周辺を走る路線。平日は福生駅ひばりがお家庭留所間で工場通勤客の利用が多い。福生営業所開設に伴う二千十八年七月一日の ダイヤ改正で途中折り返しの副12は大幅に減便され、朝夕のみの運転となり、データイムは箱根ヶ崎駅東口まで運行される副13、系統が20分おきに運行するようになった。これは箱根ヶ崎駅東口から立川駅北口まで運行する率12からに、系統がこの系統を出入頃線として実質的に一つながりで運転されているためである。 そのため、福生駅東口終着後ほとんどの車両が改装で入庫し、福生駅東口発は改装で出庫してきた車両が運用に入り、箱根ヶ崎駅東口終着後、立川駅北口駅に行き先を変える。同様に、立川駅北口からの箱根ヶ崎東口駅は、ほとんどが終着後、福生駅東口駅に行く先を変える。 羽村駅東口箱根ヶ崎駅方面を目線、羽村駅から、羽村団地、羽村動物公園を経由し、大梅街道を通信して、長岡、箱根ヶ崎駅方面へ向かう。かつて、羽村団地は、羽村駅方面のみが停車しており、箱根ヶ崎駅も西口ロータリー整備前は、東口発着だった。羽根三は、平日17時台の運行、かつ到待では、 長岡方向の停留所に停車するため、通常の羽村駅方向とは逆方向となる。羽根14は、羽村高校へ向かう学生や、教員の通学路線となっており、平日の7時台と8時台に1本ずつ運行され、羽村駅を出発後、富士見平2丁目まで、無停車となり、箱根ヶ崎駅到着後は、上記の伏線へ充当される。水戸営業所時代は、 車庫から箱根ヶ崎駅まで改装した後に運用となっていたため、羽12から1は出入庫も兼ねていたため、箱根ヶ崎駅で折り返すという運用はほとんどなかったが、ふっさ営業所開設後は、羽村駅まで改装した後に運用へ着くパターンもあり、羽12から1は箱根ヶ崎駅で折り返し、再び羽村駅へ向かった後、羽17を含め、改装で車庫へ戻るパターンもある。 mm シャトル、武蔵村山市のコミュニティバス、mm シャトルを運行受託している。運行開始時は、浄水営業所が担当。水穂営業所に移管後、福社営業所に再移管された。詳細は、当該記事を参照。A バス、秋島市のコミュニティバス、A バスを運行受託している。運行開始時に担当していた灰島営業所から、福社営業所に移管された。 詳細は、当該記事を参照。羽田空港線は一部の便が、停車成田空港線立川駅北口、パレスホテル立川成田空港、第二ターミナル成田空港第一ターミナル、成田空港第三ターミナル成田空港第三ターミナル成田空港第二ターミナル成田空港第一ターミナル南、成田空港第一ターミナル北立川駅北口。 パレスホテル立川は一部の便が、停車立川飯田線は、立川バス、稲バスのみ停車。御殿場線上記のバスはすべてトイレ付けである。特定輸送特定輸送観光バス注文に応じ、一般路線車、高速路線車、観光バス車、および小型貸切車での運行も行っているが、貸切専業者ではないため、数は少ない。立川バスの現行営業所では唯一、 八王子自動車検査登録事務所管内に所在し、所属車両は八王子ナンバーとなる。そのため不死者営業所開設時に、灰島営業所から転属した車両は玉ナンバーから変更されている。なお水保営業所は八王子ナンバーだったため変更はない。立川バス公式サイトに記載のあるキャラクターラッピングバスのうち、 リラックマバス1号車の F963 号車の三菱エアロスター S。3号車の F810 号車の三菱エアロスター。高速バスのリラックマバスラッピングの2014号車。三菱不装、エアロエース。スミッコ暮らしラッピングの2大目車両の F833 号車。フレームアームズガールラッピングの F808 号車は、東営業所のところ属となる。 コミュニティバス用の小型車として、日野、ポンチョ、三菱ふそう、エアロミディ ME が在籍する。ふっさ営業所の解説時に、武蔵村山市内循環バス専用車として残っていた、日野、リエッセの最後の2台が転属したが、2018年11月に、ポンチョが導入されて、リエッセを代替した。大型高速観光用としては、日野、セレガ、中型観光用として、日野、 メルファを導入している。高速バスには、リラックマバスや、復刻塗装を除き、小田急グループ共通カラーが用いられる。ありがとうございます。